聖書を拝読します。第二列王記2の11です。こうして彼らが名を進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の馬とが現れ、その二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天へ登っていった。アーメン。同会長先生の営業説教全15回目エリア1回目のメッセージを聞きます。愛する聖徒の皆さん、全世界と全国の司教会と司聖殿の聖徒の皆さん、全世界でインターネットで礼拝を捧げているすべての聖徒の皆さん、視聴者の皆さん、この時間は全15回目でエリアの前についてお伝えします。エリアの前について3回にわたってメッセージを伝えて、前のシリーズは終わらせていただきます。エリアはエノクのように死を見ることのないように天に移された後、聖書に記された預言者です。今日の本文第2列王2の11にエリアが天に登っていく場面があります。こうして彼らがエリアとエリシャのことです。名を進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の馬とが現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天に登っていった。このように死を見ずに天に登っていったということは、霊的に非常に重要な意味を持っています。ローマ 6-23 前半節に、罪から来る報酬は死ですとあるように、死は罪を犯した代価として臨みます。ですから死を見ずに天に昇ったなら、これは何を意味するでしょうか。何の罪もないということです。そうです。エリアは死を見ずに天に昇るほど神様がご覧になって罪がない完全な神の預言者でした。それでこの地上で工作を受けた被造物の被造物としては最高の序列に上がることができたのです。皆さん、エリアは被造物なのに罪がないというから疑問を抱く方がいるかもしれません。イエス様は聖霊によって胎に宿ったので、本性の中にも罪がなかったし、生まれた後公生涯を送って十字架を追われるまで自分で犯した罪もなかったので、人の罪を贖う力がありました。どころが被造物であるエリアがどうして罪がないことがあり得るかと思うかもしれません。しかし被造物でも非常に清く育って罪を犯さないケースもあります。もちろんそういう人はごくまれです。例えばエノクは神様が300年間彼と共に歩んでくださいました。罪人は神様を見ると死ぬとありますが、エノクは罪がなかったので神様と共に歩んだし、死を見ずに移されたのです。エリアもそうです。罪を犯さなかったのです。なら本性の中にも罪がないというでしょうか。人は親の気を受け継ぐので本性の中に罪がありますが、ある人は多くて、ある人は少なくて、人によって違うのです。どんな親から生まれたかによって、その親の親はどうだったかによって、子どもの本性の中の罪が多いケースもあるし、少ないケースもあるし、わずかしかないケースもあるのです。わずかしかないケースの人が神様を信じて使えて自分をさらに清くしていくなら、本性の中の罪までなくなることもあるのです。だからこういうケースは罪から来る報酬は死だが、罪がないため死を見ずに移されたのです。モーセも同じです。それでモーセの体について悪魔と御使いの頭ミカエルが論じたとユダ書に書いてあるのです。その理由は前説明しました。神様がエリアのどんな心を大いに認められたので、エリアがこうなれたのでしょうか。今から聖書に記されている内容と私が祈って解き明かされた内容をまとめてお伝えします。
人としては想像できない道からで、いつも私を支えてくださった神様は、私が聖書をさらに深く悟りたいと願って祈ると、明快に詳しく解き明かしてくださいました。このように解き明かされた御言葉が、十字架の言葉、信仰の計り、霊、魂、肉、天国と地獄など、私が今まで伝えてきたすべての御言葉です。その本が出版されて、各国の言語に翻訳されて世界中に流通されています。このすべてが真実だということを神様はいつも伴う印と不思議と神の力で明らかにしてくださいました。ところが無数の印の中でも最も重要なものは、御言葉を聞いた人が救いの確信を持つようになり、確かな天国への希望を抱いて神様をさらに愛して熱心に信仰生活をすることです。したがって生徒の皆さんは、この預言者エリアのメッセージを聞くときも、すべてが真実だと信じて、何としてでもエリアの心を見習って、さらに全く神の子供とされますように。愛する生徒の皆さん、まず預言者エリアが活動していた時代的背景を説明します。エリアはアハブ王が北イスラエルを治めていた時期に活動を始めました。当時北イスラエルはアラムの攻撃を防ごうと、アラムのシドン人の王の娘イゼベルを王妃として迎えたのですが、イゼベルが持ち込んだバール信仰が北イスラエルに広がり、偶像礼拝がはびこりました。これに対する神様の裁きとして、ここ 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろうというお言葉をアハブに伝えるのが預言者エリアの最初の使命であり、これは第一列王記17章に記されています。その後神様はエリアに王を避けて隠れるところを示してくださいました。それは心が悪くて神様に逆らったアハブ王に日照りの呪いを宣言したら、彼は悔い改めて立ち返るよりはかえってエリアを殺そうとするからです。エリアが神様に示されたケリテ川のほとりに行って住むと、神様はカラスに命じて朝と夕方になると彼のところにパンと肉を運んでくるようになさり、お言葉通りに日照りが始まりました。神様は人の心を知っておられますね。エリアが宣言すればその国の王が捕まえて殺そうとすることを知っておられたから、あらかじめエリアが逃れるところを備えておかれたのです。ところでヨナ書を読むと、神様がヨナにニネベに行って40日経つとその国が滅びると叫びなさいと命じられました。ならその国の王と民が黙っているでしょうか。でも神様はそう叫んでも彼らがヨナを殺さないことをご存知だったので、行って叫びなさいと命じられたのです。だから聞き従いさえすればいいのです。自分の思いを巡らして、彼らは異邦人だし、王とか民が私の話を信じるだろうか、私を殺そうとするのではないかと心配する必要はないのです。でもヨナは聞き従わないで逃げたんですが、大きい魚の腹の中で3日間断食しながら悔い改めた後、ニネベに行って叫んだんですね。そしたら王が民が怒って彼を殺しましたか。いいえ、王をはじめ民全体が自分たちの罪を悔い改めて悪から立ち返る御業が起きたのではありませんか。このように神様はすべてご存知だから命じられたのに、聞き従わないから問題なのです。自分の思いを巡らさないで聞き従いさえすれば祝福なのに、なぜ現実を見て従わないのか、とてももどかしいことです。そしてお言葉通りに日照りが始まりました。その後エリアはシャラハテのヤモメのところに行って、一口のパンで養われて、日照りが終わるまで糧が尽きない祝福を引き下ろしたり、死んだ息子を生き返らせたりしました。
またカルメル山で火の個体を引き下ろして偶像礼拝に陥った多くの民の心が神様に帰るようにしました。そしてエリアの宣言で始まった日照りは、再びエリアが神様に祈った時に終わって雨が降りました。これについてヤコブ 5-17-18 に、エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ地はその実を実らせましたとあります。もちろんエリアがそのように祈ったことも神様の命令に従って祈ったし、その通りになったのです。この他にもエリアはヨルダン川を分けたり、後に起こることを正確に予言したりするなど、神様の大いなる力を表すことで、イスラエルが霊的に暗かった時代に生ける神様を明かししたのです。それではエリアがどんな心を持っていたので神様は彼を選んで用いられたのでしょうか。エリアはもともととても謙遜で誰ともぶつからない人でした。これが神様が大いに認められたエリアの善第一です。ところがエリアがとても謙遜だったというのは、エリアの心が変えられた後の姿を表現していて、まだ神様によって強くされる前はとても気が弱い人でした。ペテロの場合は性分自体が大胆で強い面がありましたが、エリアはそうではなかったのです。多くの人の中には自分の良いところだけ見てうぬぼれて自信満々の人がいます。どころがエリアはそうではなく、いつも自信がなく自分には取り柄がないと思う控えめな姿でした。ですから男として遠大な抱負を持って強く大胆に何かをやり遂げようとする、そんな心ももちろんありませんでした。エリアはこのようにいつも自分に自信がなかったので、どんな状況でも自分を主張しませんでした。もし他の人が自分と違う意見を出したら、自分の意見を押し通そうと張り合うのではなく、いつも先に引き下がっていました。皆さんの中で自分の思い通りにしようと自分の意見を無理やり通そうとする方がいるなら、深く考えてみてください。でも言い争いまでいかないのは、周りの人たちが我慢するからです。その意見にみんな賛成しないけれど、部下たちが黙っているだけだということを知らなければ、互いにコミュニケーションができて、みんなが話し合った上で一番いいのを決めればいいでしょう。自分の意見を相手も納得して賛成してくれればいいし、自分はいいと思っても相手が納得できないなら、もう一度話し合って合意点を見出すべきでしょう。自分が目上の人だからといって自分の考えを押し付けようとしてはいけないのです。相手の立場を理解してその意見を尊重する姿勢が必要なのです。どんな人でも受け入れる広い心、大きい器になってこそ全く背なるものとされることもできるのです。このようにエリアは誰ともぶつからなかったので、エリアがいるところでは平和が壊れることがなかったのです。このような姿は人の目には優柔不断に見えるかもしれませんが、主にあって変えられたら大預言者になれる土台になる心でした。心をご覧になる神様はエリアのこの心の善を大いに認めて、彼を選んで練って大預言者として用いられたのです。ところが生まれつき大胆な人も主にあって変えられたら尊く用いられることもあります。モーセ、ペテロ、使徒パウロは変えられる前、非常に大胆で賢く能力のある人々でした。
ところが彼らも神様の働き人として用いられるまでには必ず自分を徹底的に捨てる過程がありました。自分を徹底的に捨てる過程、自分を捨ててただ神様主のお言葉だけにアーメンと従える人になるまで厳しく練られる歳月があったのです。私は何者でもありません、ただ神様の恵みと力によってだけ全てができますと。モーセもそうです。エジプトの王子だった時は自信満々で 何でもできると思っていたのです。でも40年間練られた後、神様の前に立った時はどうだったでしょうか。自分にはできない、自分にはそんな資格がないと表現しながら神様の前にへりくだっていたのではありませんか。だからそういう人に神様がご自分の力を授けて用いてくださるのです。つまりモーセに蛇が杖になることと手のちょら跡が治る印を見せてくださって、自分にはできないが神様が共におられればどんなことでもできるという信仰を持つようになさったのです。このように徹底的に低くなって自分を捨てた時、神様は用いてくださるのです。自分を捨てていない状態で神様が道からをくださるなら、その人はすぐ高ぶってしまうし、結局は退けられるのです。そして使徒パウロはどうでしたか。カマリエルの下で律法について厳格な教育を受けたし、家柄も良かったし、ローマ市民だったし、裕福でした。しかし神様は彼を召して厳しく練って低くされました。アラビアで3年間祈りながら徹底的に自分を捨てたし、また神様の働きをするとき、あらゆる試練にあって迫害を受けながらさらに低くなったのです。ついに神様に愛される人に変えられて、どんな時にも感謝して祈って賛美するようになったのです。それで私にとって毎日が死の連続ですと告白したのです。自分に死んで自分が亡くなった時、初めて被造物としては最高の神の力をいただいて大いに用いられたのです。初代教会の時代に最高の神の力でなければどうしてイエス・キリストの福音を伝えることができたでしょうか。今日終わりの時は罪が増大して、人々が知識を増して、科学と医学が発達して、創造主の神様を否認しているし、クリスチャンでも知識で信じるだけで本当に心に信じる人はあまりいない世代なので、神様は最高の神の力で世界を変えるように、世の科学と知識を打ち砕くようにしておられるのです。心から認めて告白したとき、初めて神様に支えられて用いられたのです。そして彼らが持っていた大胆さと賢さも虚しく消えてしまったのではなく、神様の御手で変えられたときは神の国にとって非常に益となりました。ところでエリアは寝られて心が低くなったのではなく、本来性分がとても謙遜で自尊心も叫ぶこともない人だったのです。神様はエリアのこのような面を良しと思われて彼を選ばれました。このように本来柔和な性分を持っている人は、神様が大いに用いても厳しい試練はあまりなかったのがわかります。たくさんの苦しみにあったりしないのです。変えられやすいからです。気が強い人なら時間がかかるでしょうが、気が弱くても柔和な性分を持っている人は変えられやすいです。だからアブラハムなど心の良い人は試練が長くなかったのです。このような神様の召しに対してエリアは、私には何の取り柄もないのに
どうして神様の働きをやり遂げられるだろうか。私のせいで神様の働きをしくじったらいけないのにと恐れるようになりました。それほど自信がなかったのです。どころか自分を無にしてへりくだることはいいのですが、一時代の大預言者として用いられるためには、その気の弱さを打ち砕かなければならないので、神様は彼を試練に合わせられました。例えばエリアがアーブに日照りを宣言した時は、まず神様がエリアの隠れ場所を示してくださいました。それから3年後、神様はまたエリアに、アーブに会いに行け、私はこの地に雨を降らせようと言われました。どころが当時は日照りによる飢饉で、イスラエルに多くの苦しみがあって、アハブはこれがエリアのせいだと思って、エリアをひどく憎み、何としてでも捕らえようとしている時でした。皆さん考えてみてください。3年半も雨が降らなかったなら、どれほど大変だったでしょうか。もし捕まったら命を失うこともある状況で、神様はエリアにまたもやアーブのところに行けと言われたのです。皆さんならどうするでしょうか。今アーブ王から逃れて隠れて暮らしているのに、神様がアーブに会いに行けと命じられるならどうでしょうか。ドキッとするのではありませんか。もう死ぬんだとか思わないでしょうか。そんなに弱い信仰はこの時間捨ててください。どれほど愚かな思いでしょうか。万軍の主神様を信じる人を、この地上の王がどうして殺すことができるでしょうか。信仰がある人は人を恐れるはずがありません。神様が命じられたのに、どうして恐れたり、自分の思いを巡らして大変、殺されたらどうしようと心配したりするでしょうか。大胆に出ていけばいいのです。ですから気の弱いエリアには、そのような神様の命令に聞き従うことがどれほど難しかったでしょうか。しかしエリアは神様に命じられた通りに、アーブに会いに行って神様の御心をはっきり伝えました。一方進んでバールの預言者450人とアシェラの預言者400人にカルメル山で火の個体を引き下ろす対決をしようと提案しました。エリアが自分の気の弱さを打ち砕いてこのようにできたのは、常に神様との交わりを絶やさなかったからです。エリアは自分に自信がなかったから、神様といつも交わることに努めて、御心がどこにあるのか正確に悟ろうとしました。また自分は本当に何もできないので、いつもへりくだった心で見舞いに求めるしかなく、すべてのものを可能にする神様によって強くされるために、神様と交わることに努めました。このようにエリアがいつも神様とつながっていたので、神様はエリアに応えてくださいました。それでエリアは気の弱さを打ち砕いて、神様がくださる大胆さと力で最後まで信仰によって勝利することができたのです。次の時間にどんなふうに気の弱い姿が現れたのか説明しますが、聖書を読むと、これほど大きい御業を行って天から火を下ろしたりしたのに、イゼベルが殺すと脅かしたらどんなに恐れたでしょうか。主よ、もう十分です、私の命を取ってくださいとまで言ったのです。彼の気の弱さが現れているのです。エリアはこのような体験をしていきながら、人の思い出はできないことでも、神様がしなさいと言われれば十分にできるという信仰が、さらに確かに心に植え付けられるようになりました。一度で彼の気の弱さが打ち砕かれたのではありませんが、神様に練られながら、いつも神様との交わりを絶やさなかったので、
エリアは勝利できたし、結局は神様の力で強くなりました。それで寝られた後にエリアは、私には何の取り柄もないし何もできませんが、主である神様の力では十分にできますと告白できたのです。そしてその後からは、神様を信じるならどんなことでもやり遂げられるという確信を持って、神様の栄光を大いに表しました。エリアが大いなる神の力を表すことができたのも、肉の限界のある自分にはできないが、主である神様にはおできになるという固い信仰があったので、神様の御心に従っただけでした。このように、ただ信仰によって聞き従ったエリアを用いて、神様は霊の空間で可能なことを肉の空間でも表すことがおできになりました。愛する聖徒の皆さん、父なる神様は全知全能のお方です。ですから、ある人を選んで用いようとされるとき、あえて取り柄がたくさんある人を探す必要がありません。神様が用いられる人は、自分を押し出さず、ただ神様の御心を伝えて、神様の力をそのまま受けて表す人です。なぜなら、人の心を器に例えると、その器の中にすでに自分がいっぱいあるなら、神様からの力がたくさん入ることができず、たとえ神様が力を注いでくださっても、すでに器の中にある自分と混ざって神様の力を純粋に発揮できないのです。心の器を空っぽにしたとき、神様が、主が思う存分用いてご自分の力を注ぐことがおできになるのです。でも、自分というものが生きていれば、神様が働きかけてくださっても正確に悟れないのです。したがって、第一に神様が探しておられる器は、自分というものが全くない清い器です。次に、そういう器だとしても、そこの浅い器より深い器の方がたくさん入るように、自分の心を謙遜に低くすればするほど、神様の力がより多く望みます。エリアにはこの2つの条件がすでに備えられていました。いつも自分は何もできない、取るに足りないものだと心から真実に告白して、常に神様との交わりを絶やさなかったのです。神様はこのように、人の目には頼りなくて弱々しく見える人を選び、ご自分の力で強くしてくださって、神の働きを実現して栄光を表すようになさるのです。これについて、第一コリント1の27から29に、しかし神は知恵ある者を恥かしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥かしめるために、この世の弱い者を選ばれたのです。またこの世の取るに足りない者や見下されている者を神は選ばれました。すなわち、あるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためですとあります。どころか、時にはクリスチャンだと言いながら、自分を完全に無にしていないだけでなく、欲と叫ぶ心などがあるのに、まるで自分が神様に選ばれて用いられているように言う人々がいます。または、神様に切に求めて受けた賜物が現れると、すぐ高ぶって間違った道にそれる場合もあります。口では神様の栄光のためと言いますが、心の底では自分の栄光を求めているので、こういう人は善からは程遠いのです。
マタイ 7-20 に、こういうわけであなた方は身によって彼らを見分けることができるのですとあるように、生徒の皆さんは身によってはっきり見分けて、こういう人々に惑わされることがありませんように。ヤコブ 1-14 に、人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのですとあります。したがって生徒の皆さんは、私にとって毎日が死の連続ですと告白した使徒パウロのように、毎日自分の心の器を空にしますように。肉の欲と目の欲、暮らし向きの自慢を速やかに捨てますように。肉という不純物も取り出しますように。そうするとき、霊である神様の力と豊かな恵みが望みます。そして自分の義と悪も徹底的に打ち砕きますように。エリアは神様に召される前にも自分を全く主張をしないので、誰ともぶつからなかったと言いました。いつも神様と交わってはいましたが、聖霊が心に臨まなかった旧約時代でも自分を主張しないので、いつも平和を保っていました。ところが今日、聖霊を受けて神様の恵みのうちに、神様の働きをする働き人たちの間で自分の義を捨てていないので、ぶつかったりわだかまりを持ったりする場合があります。また自分は真理と思って作った枠によって他の人を苦しめることもあります。ところがたとえ自分が明らかに正しくて相手が間違っていても、神様は白黒をつけることを大切と思われるでしょうか、それとも間違った行いをする相手を真理に導く方を重要に思われるでしょうか。もし白黒をつけることの方が重要なら、神様の前で何の傷もない人だけが自分が正しいと主張できるでしょう。自分も完全でないのに、自分の基準で他の人が正しいか正しくないか判断することはできないからです。私の周りにこれまで信仰生活を一緒にしてきても直すべきところがあって、たまに指摘する方がいます。ある方は10回20回言っても心に留めないで直さないし、聞き従わないのです。それをいちいち言わないで見過ごすなら私も楽でしょうが、でも私はその方が変えられて神様に用いられるようにするために思い切って指摘するのです。また神様が御霊の歩みに入るようにしなさいと言われたから、同じことを繰り返して指摘するのです。その方はそれがきつくて不満に思うかもしれませんが、でも何とかして変えて御霊の歩みに入るようにしなければと思うからそうするのです。何度も同じことを言っても治らないときは、互いに大変だからこの辺でやめようかと思ったり、いっそ自由にさせてあげた方がいいのではと思うときもありますが、いや、それは愛じゃない、最後まで忍耐して変えられるまで責任を負わなければと思い直します。その方は厳しいと思うでしょうが、御霊の歩みに導き入れるためにそうするのです。その方がこのメッセージを聞けば心が刺されるでしょうが、でも仕方ありません。欠けているところを直して御霊の人になるようにするために指摘するのです。私は指摘しない方が気が楽です。でもそうすればいつ御霊の人、神の人になれるでしょうか。だから指摘してまた指摘するのです。何か言われたらアーメンと受け入れればいいのに、自分の思いを巡らすから抵抗するのです。でもある方は、私がちょっと指摘したらすんなり受け入れて、とても話しやすかったです。
もちろん人によって直接言う時もあって、遠回しに言う時もあります。生徒の皆さんにも私が講談で繰り返して言う理由がこれです。しっかり心に留めるように、今日も明日も繰り返し言うのです。何としてでも変えられて一緒に優れた天国に行こうといつも言っているのです。しかし神様は、罪人たちが悔い改めて立ち返れば、そのすべての罪と咎を許し、イエス様の尊い血で許して恵みで覆ってくださいました。このような恵みを受けた私たちは、真理の御言葉で罪と義について明らかに見分けるものの、父なる神様がそうなさったように愛で包んであげなければなりません。またむしろ罪人たちに仕えたイエス様のように、たとえ自分の目に正しくない相手でも、その人に仕える心にならなければなりません。これが神様がご覧になって誠の義だからです。またそのことを信じて自分を無にして低くする、この心と姿勢が神様がお認めになる善だということを悟りますように。生徒の皆さん、神様が私を主のしもべとして召されて使命を与えられた時に、私も心から私のようなものがどうして果たせるだろうかと思いました。神様はただ主のしもべとして召されただけでなく、私が主のしもべになれば、山を越えて川を渡って海を渡り、不思議と印を行うであろうというお言葉もくださったからです。このように神様が御声を聞かせてくださっても、私はその時まで立派な長老になって神様に栄光を返そうと祈ってきたので、戸惑うしかなく、初めはどのように従うべきか先が見えなかったのです。それまで祈ってきたのは、立派な長老になって自分のように病気で苦しんでいる人や貧しい人を助けて施しをして、面倒を見て孤児とか一人親家庭に施しをすることだったのに、神様が突然主のしもべとして召してくださるから戸惑ったのです。自分が祈ったことと違うから、今考えてみれば、主のしもべになったら、その時祈ったことが全部叶えられたのです。神の力を受けて病人を癒しているし、貧しい人にも施しをしているし、長老より主のしもべの方がやれることがもっと多いのです。でもその時は疑問があったのです。なぜ私が祈ってきたことと違う道に導いてくださるだろうかと思ったのです。私がどうやって主のしもべになれるだろうか、年もいっているし記憶力もないのに、どうやって勉強して神学校に入れるだろうか。しかも神様のお言葉の通りなら、世界を駆け回るリバイバリストになるべきなのに、恥ずかしがり屋の私がどうしてたくさんの人の前で御言葉を伝えられるだろうかなど、あれこれ考えてはいましたが、私はその時まで御心に逆らったことはなかったので、もう一度御声を聞かせてくだされば、主のしもべになりなさいという御心に従うことができますという心で、約3ヶ月間切に祈りました。3ヶ月以上でした。もちろんお言葉をいただいた時、直ちに聞き従いました。つまり神様が、あなたがしていた店は妻に任せなさい、一人でやっても二人で稼いだ時より収入が増えるだろう、あなたの金入れがから金が尽きないで、米の亀から米が尽きないようにすると言われたから、それはすぐ聞き従ったのです。そして別に部屋を借りて、そこで暮らし始めました。お金がなかったから、とても狭い部屋でした。そうやって主のしもべの道に行くために備えたのです。そして御声をもう一度聞こうと、あちこちの祈祷院に行ったり、お告げを受ける人のところにも行ったりしながら、100日くらい祈ったのです。その結果、またもや神様の御声が聞こえてきました。あなたが主のしもべになれるので召したのではないか、あなたはこの世の何よりも神様を愛しているので、神様のお心にかなうものと認められたのだと言ってくださいました。実際はもっと詳しく言ってくださいましたが、お言葉をいただきながら心の中で聞こえたこともありました。それは前説明したから、ここでは言わなくてもいいですね。それでただアーメンと言って、主のしもべの道を歩み始めました。
そうやってもう一度御声を聞いて、アーメン、お言葉通りにその道を行きますと聞き従ったのです。私自身の能力では何もできないことを知っているので、常に神様の前に切に祈り、その度に神様は答えて大いなる力と恵みを注いでくださったのです。そして今は最上の創造の力を行えるようになったとしても、神様の前にそれほど認められて愛されているとしても、何が真理なのか何が義なのか誰よりも明らかに見分けられるとしても、私は一度も自分の義を主張しなかったのです。ただ真理の御言葉を教えるだけで、その教えの通りに行わない生徒がいるときは、私が悲しみ、代わりに悔い改めの祈りをしました。従って誰ともぶつからず、すべての人を抱ける心になったのです。結論です。愛する生徒の皆さん、この時間はエリアの前1回目で、彼が神様に選ばれた理由を伝えました。エリアはもともととても謙遜で、自分の義そのものがなくて誰ともぶつからなかったことを神様が大いに認められたと言いました。そして自分の気の弱さを打ち砕いて神様の命令に聞き従えたのは、いつも神様と交わっていたからだと言いました。今日も神様の働き人として、あるいは主のしもめとして用いられたいと願う人なら、誰でも必ず備えるべき善です。生徒の皆さんも自分を無にして低くしたほど、神様の恵みと力が大いに望むということを必ず悟りますように。第2コリント4の7に、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためですとあります。したがって土の器のような私たちを選んで宝を入れる器になさった恵みに感謝して、父なる神様の恵みと力を受けて、いつも栄光を返す皆さんになりますように、主の皆によって祈ります。聞いたメッセージを思いながら一緒に祈りましょう。父なる神様、エリアの善について聞きました。エリアはとても謙遜で、自分の義そのものがなくて誰ともぶつからなかったと言いました。そして自分の気の弱さを打ち砕いて神様の命令に聞き従えたのは、いつも神様と交わっていたからだと言われました。生徒の皆さんも心を低くして、自分を捨てて神様の力に頼って強くなるようにしてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された道海上先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安守してください。 GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子供たちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで五臓六腑、骨の節々、全身の神経組織細胞など具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔サタン、すべての病気病原菌を患いを下がれ、光を望め、不治の病難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患とすべての炎症も
完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も溶けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよ。イエス・キリストの御名によって命じる敵である悪魔サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ。その使いたちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ。すべての悪の絆を解いて闇を下がれ。光を望め、父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢見つかいと、主の燃える炎のような御目で、すべての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも、神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。